赤いビキニを着た女性ビキニは主に女性用水着の一種である。1946年7月1日に第二次世界大戦後の初めての原爆実験が行われたビキニ干渉がビキニ水着の名前の由来である。ブラジャーに似たトップスと短いパンツの組み合わせによるセパレート型女性用水着でビキニスタイルとも呼ばれる。この水着のパンツに近い形の女性用の下着。 男性用の水着なども類似のスタイルのものはビキニパンツと呼ばれることがあり、特に男性用の下着の場合はビキニブリーフとも呼ばれる。なおゲームやアニメに登場するビキニ風の鎧はビキニアーマーを参照。1946年7月1日、マーシャル諸島のビキニ干渉でアメリカ合衆国によって第二次世界大戦後初の原爆実験が行われた。 この実験の直後の1946年7月5日にルイ・レアールがその小ささと周囲に与える破壊的力を原爆に例えビキニと命名してこの水着を発表した。それにちなんで7月5日はビキニの日となった。ビキニの名称が水爆実験になぞらえたと誤って言われることがある。5階には次の2つの類型がある。ビキニ干渉における 最初の水爆実験は1954年3月1日ので、この水着の発表の8年後である。また、人類最初の水爆実験は1952年11月1日、エニウェト区干渉におけるものであるから、水爆実験になぞらえたということはありえない。ビッテアロマーナデルカサーレに残るローマ帝国時代のモザイク1930年代には、腹部を露出する。 ツーピースの水着が登場した。JNY マンシチリア島にある5世紀頃のローマ帝国時代のモザイクにはビキニに似た服で運動する女性が描かれている。19世紀20世紀の西洋では女性の水着は長袖かつ足首までカバーするウールやフランネル素材のシュミーズのようなものだった。1920年代にはレイヨン素材が使われ出したほかジャージ素材も使われていた。 1930年代になると、ラテックスやナイロン素材が使われ始め、よりボディラインにタイトにフィットするようになり、また袖や足を覆う部分もなくなり首や背中の露出も大きくなっていった。1930年代と1940年代を通じてミッドリフスタイルの水着が定着し始め、腹部の露出も時代とととも大きくなっていった。1946年に、 フランスのルイ・レアールが現代的なビキニ水着を考案した。レアールは自動車エンジニアだったが、母親が下着会社を経営しており、その手伝いをしている時にビキニを考案した。同じ頃、フランスのデザイナージャック・エームによって、ほぼ同様の水着が考案され、アトムと名付けられている。デザイナーとしては無名だったレアールに対し、エームはすでに高い評価を得ていたデザイナーであり、 そのため、ビキニを広めたのは、エイムとされることがある。発表当時は、肌の露出度が高いとされた水着で、その大胆さから当初はあまり着用されず、アメリカ合衆国では、1960年代初頭まで、一般的なビーチでは着用禁止とされていた。それでも現在のものに比べれば、同じビキニというカテゴリーだが地味なものであった。 日本には1950年から輸入されたが、ごく一般的に着用されるようになったのは1970年代になってからである。キャンペーンガールであったアグネス・ラムのビキニ姿のポスターが大人気になった。1960年にはブライアン・ハイランドがビキニスタイルのお嬢さんという歌を歌い、ビルボードのホット100で1位を記録し、日本でもヒットした。この曲のモデルは、 作者のポール・バンスの当時2歳の娘だったという。日本では、田代緑や坂本九らがカバーした。1980年代中期引く後期の日本では一時期ビッキニが廃れ、ワンピースが復活した。これは、水着メーカーの作り上げた流行にもよる。こうした逆風から再びビッキニが台頭するのは、へそ出しファッションが大流行しだした1990年代中期に、 なってからである。以後、海やプールではビキニを着る女性が圧倒的に大多数である。2000年代後半より映画ボラット栄光なる国家カザフスタンのためのアメリカ文化学習の大ヒットにより男性用ビキニであるマンキニが流行したが現在は完全に廃れている。様々なタイプのビキニ名勝負のショートカットも参照。三角ビキニホルターネックマイクロビキニスカートに ありがとうございます。